はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分と面積丸1をお送りします。で、ここからタイトルが変わって、面積が入ってくる、定積分といえばみたいな感じもしますけど、ここから面積をちょっとねシリーズでやっていきます。で、まず3問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回何やるかっていうと、次の曲線もしくは直線ねで囲まれた図形の面積 S を求めに行きます。で、今回は全部 X 軸が入ります。で、次回も面積やるんですけど、そこでは X 軸が入らない方が増えます。入るのはあるんだけど、で、まずこの面積の問題、慣れるまで、俺のやり方は慣れるまでは図をしっかり書きます。この特に X 軸があるときで、ないときは次回言うんだけど、2回でないときはね結構適当でいいんです、図形。そう、でもまずここはしっかり書く。で、どうやるかっていうと、例えば1番ね、で今回ね板書が絶対ギリギリになるので、ちょっと字ちっちゃくなっちゃうから、もし見にくかったら、あの YouTube 全画面表紙とかで見てください。あのパソコンで見てくれてる方はね。で、まずこいつが2次関数で、直線直線で X 軸、直線だね。で、書いていきたいから、で、多分ね教科書とか学校の先生とか、問題集とか、ちょっとやり方というか言い方が変わるかもしれないんですよ、俺。だからそれは聞いてもらってね、この覚え方がいいなと思ったらそれを使ってもらったらいいし、いや学校の先生とかね、予備校とか塾の先生の方がいいわと思ったらそっち使ってください。無理にシフトチェンジしなくていいからね。で、まずこれ頂点が0の1なので、ここか、1を通ると。で、下に1つなんで、あ、ごめん、右が広くなった。こんな感じだと。で、あと x イコールマイナス1だから、これは x がマイナス1のとこの直線ね、ここ、これ直線で、 x イコール2も同じように、x が2のところの直線になります。で、 x 軸ってのは見てわかるように x 軸なんですけど、これね、ちょっとちっちゃなことなんだけど、 x 軸ってわざと書くと y イコール0ね、 y が0っていう直線だから。じゃあ y 軸は x イコール0っていう直線なんだけど、で、なんでこんなの書いたかっていうとさ、今この y イコール0、 x 軸と2次関数と2個の直線で囲まれたところ、どこって言われたら、こことこことこことここに囲まれた部分。変な形してるけどね、つまりここです。今この面積出したい、こんな変な形ので。おそらくこの、多分最初にね面積やってる時、教科書とかだとこのマイナス1から2の範囲でこの関数が全部正になってるからとか、そういうチェックをするんですけど、自分は基本的に後々の面積の問題のこともあるので、上から下を引くって覚えます。俺はね今でもそう使ってるんだけど、上から下を引くので、どういうことかっていうと、この面積の問題ってどこからどこまでって言われます。今だったらマイナス1から2までなの、マイナス1から2までのこと考えてるから。で、その時上の関数ってここに書いてあるけど、 y イコール x 2乗プラス1でしょ。上の関数がこれ、下の関数がこれなの。上がこれで下がこれの部分で考えてるから。だから上のここね、上から下を引いたものをインテグラルの中に入れるって覚えてます。俺はね。だからどうなるかっていうと、あの面積なんでインテグラル使うんだけど、マイナス1から2のことを考えるから、マイナス1から2です。で、中に入れるのが上から下を引く。でも0を引いてもどうせ関係ないから、これしか残らないんだよね。で、この段階だと学校でこれどうせ入れりゃいいんでしょとかなるんだよ。実際それで解けるんだけど、でもそれで解けないことはただ出てくる、この後。だから、いやいやこれ入れりゃいいじゃんって覚え方よりも、上から下引いてんだね、でもこの問題の時は0引いてるから変わんないだけでしょみたいな感じで覚えてほしい。これ個人的な願望ね、俺ので。 DX、 あとはこれ解けばいいよって、それで終わりです。で、まずちょっと解いちゃうね、これね。積分すると、あ、ごめん、左が入んないかな、これごめん、ここ S イコールが欲しかったね、 S だもんね、失礼しました。
で、3分の 1x3 乗プラス x で、マイナス1から2と。下もう一丁入るか、ちょっと待ってね。ギリ1個いけんな。2を入れると、3分の8でプラス2。引くことのマイナス1出るから、こうか。で、プラスになるから、あ、3分の9だから3か。3、5、プラスで6だね。こうなる。ちょっとちゃんと書こうか。だから、S イコール6です。ごめん、S 最初書き忘れちゃった。っていう感じ。で、この上から下っていうのは、まあ、ここだったら楽なんですけど、例えば、これ次回の動画とか出てくるんだけど、直線と二次関数で、ここで挟まったここ出してごらんとか出てくるの。で、その時どうなるかっていうと、ここの x、ここの x、ここからここまでの範囲で、こいつからこいつを引いてごらんって言われるんです。上から下を引くから。で、それで覚えておけば、これでも使えるし、こっちでも使えるからさ。なので俺はそうやってやっちゃうんですけど、あ、もしよかったらね、あの覚え方の一つとして使ってやってください。よしよしよ、ちょっと手が書きすぎないね。よし、じゃあ2番いきます。ちょっと今回動画ね長くなりそうですが、で2番いくと、今度これだね。いや、まずあれか、平方完成しないと頂点が分かんないね。こうか。だからこいつね、今平方完成してマイナス1のマイナス1が頂点になると。で、図を書いていくと、これ図右の方がいける気がするね。こっちいくつ使うか。そして曲がった気がするよ。 OK、 まあ許して。で、y と x で、頂点マイナス1のマイナス1で、下に凸で原点通るよね、これね。原点通るから、まあ、ここちょっとこっち側も使わないので、まあ、こんな感じしとこうか。で、1から3、ごめん、 x が1と x が3っていう直線なので、 x が1点点でここだね。でちょっと幅の関係で、ごめん、狭くするよ、書ききれなくて。3と、であと x 軸だから、こいつとこいつと x 軸とこいつで囲まれたここですな。出そうと思ってるのはね。で、今は1から3の範囲で、この関数からこの関数、つまり y イコール0ね、を引き算すればいいと。だから求める式は s イコール、かけたかけた、1から3の上の式、これね、 y の右辺だから、こいつから0を引くから、まあ、そのままね、これを入れればいいと。 2xdx で、積分するから3分の 1x3 乗プラス x2 乗の1から33入れると、サザン学か、引くことの1入れるから3分の1プラス1と。はい、めんどくせえなこれ。まず普通やると18と17引く3分の1になるか。17、待って、頭が回ってないよ。51かから、一応引くから3分の50でいいのかな。ん、これ右側入ったよね。ちょっと下の問題のことも考えて、ごめん、右に書くわ。イコール3分の、よいしょ、こんな感じになります。でね、まあ、この2つやっただけだと、なんか上から下が機能してない感じがするんですけど、例えばね、まあ、これもちょっとややこしくなっちゃうけど、この図でさ、また消すけど、こうなってて、ちょっと、あからさまに書くよ。こう、あ、ごめん、ずれちゃった。こうなってるじゃないですか。今、ここの範囲だったんですけど、例えば、ここから、ここまで、で、囲まれてるって言われたら、ちょっとずれちゃう、ごめんね。ここの部分とここの部分の面積を出せなきゃいけなくなるんだよね。そうするとこれ一気に出せなくて、実はここから0までいい、こっから0までは上はこっちだから、
xy、y イコール0だから、0からこの関数を引くんです。これ次回の勉強ちょっとつながっちゃうんだけど、で、こっちの部分は0からこの部分まではさっきと同じ、こっちから0を引くって分けてやる。で、分けて出して最後面積を足すんです。だから上から下を覚えておくとね、有効かなとすごい個人的に押しまくってるけどね。まあ、ここはシンプルだからさ、全然それは使わなくてもいいんだけどっていう感じ。よし、出ましたね、3番よいしょ。で、これは、頂点分かってるね、0の4か、ただ上に凸なんだね、今度は。で、あと X 軸だけと、これがないね、切れるところがね。で、なんで切れるところがないのかっていうと、0の4、まあ、この辺ですかね。で、上に凸だから、こんな感じ、こう4ね。で、こいつと X 軸で囲まれてるのどこかっていうと、X 軸、かこいつ、囲まれてるのここだよね。多分今までの中で一番シンプルなね、分かりやすい形というか。で、どうする？何出さなきゃいけないかっていうと、ここ出さなきゃいけない。ここの座標と、ここの座標。なぜなら、いくつからいくつまでなのかが分からないから、ここ。そう、今まで分かったんだけどね。でもこれ出すの楽です。で、どう出すかっていうと、結局この座標出せばいいんだよ。で、例えばこっちだったら、これ座標、どう考えても y 座標0だよね。こっちもそうだけど。ってことは、この関数の y が0になればいいから、ここに0代入して、イコール0を解けばいいんです、これ。で、普通にこうまとめると、まあ、因数分解使ってもいいんですけどね、まあ、こうやればいいから、2乗を消す代わりにプラスマイナスルート4で、プラスマイナス2みたいな。やれば、ここが2、ここが、ちょっと入んなかったね。マイナス2ってことがわかるからさ。で、それを一手間かかるけど、まず出してから挑むと。で、入らないから消すと、俺はね。いいかな？で、あとはもうマイナス2から2って分かったので、S イコール。マイナス2から2。で、今回も上はこっちです。で、下が Y イコール0になってるから、こいつをただ書けばいいだけだと。で、ここマイナス2から2で、しかもこれ偶関数、ごめん、偶字関数、ごめんと、偶数字数だ。だから、2倍も使えるんだよ。0から2にして2倍も使えるんですけど、まあ、これちょっと普通にやっちゃいますね。あんまり大きい数でもないので。だから、マイナス3分の1。3乗プラス 4x マイナス2から2。さっき言ったやつは、ここに2がついて0から2に変えるやつね。それ使っても OK なんですけど。で、2を入れると、マイナス3分の8。8で引くことの、ここがプラスか。3分の8。マイナス8か。ほい、来た。入ってる？大丈夫ね。で、でけえな、数が。待って、マイナス3分の16と、プラス16になるのか。16だから3分の48だよね。ってことは3分の32か。これで終了となります。いいかな？ちょっとね、面積のスタートでもあるので、ちょっと時間かけて丁寧にやっちゃいましたけどね、ちょっとお付き合いいただいてありがとうございました。では、今回は高校数学数2の定積分と面積丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回。ね、ちょっと話もしましたけど、違うタイプのね、問題の面積までね、問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。